手ブレーキは、鉄道車両において、手でハンドルを回すことによって、人力でブレーキをかける装置である。なお、この項目では、足でペダルを踏むことによって、人力でブレーキをかける装置である側ブレーキについても、説明する。通常の機械力によるブレーキであっても、運転士が手や足を使って、運転台にある、ブレーキハンドルやレバー、ペダルを用いて操作していることに変わりはないが、 鉄道で手ブレーキや側ブレーキといった場合には人間の力によりセイリングを動かして制動力を得る人力ブレーキのことを指す。どちらもハンドルやペダルからリンク機構やテコを介して人力をセーリングに伝えて制動力を得る仕組みとなっている。手ブレーキにおいてブレーキハンドルが車上にある場合にはブレーキをかける人間も車上に乗っていて ハンドルを手で回して操作する。これは走行中の車両の原則と停車中の車両が転動しないように止めておく、駐車ブレーキの両方の目的で用いられる。ブレーキハンドルが車体側面についている場合には駐車ブレーキとして用いられ人間が地上から近づいて横から操作する。側ブレーキについては車体に取り付けられているステップに係員が乗って ペダルを片足で踏み込んで、ブレーキを操作する。突っ放し入れ替えを行う場合には、低速で走行中の車両に制動手が飛び乗って、側ブレーキを操作して、減速、停車させることも行われている。またペダルを一定の位置に止めておくピンが装備されていて、駐車ブレーキとして使うことができるものもある。初期の鉄道においてはこの形式のブレーキしかなく、 制度主が緩急車に乗り込んでブレーキを取り扱っていた。機械力によるブレーキが普及すると人力によるブレーキは予備的なものとなった。1930年代より一部の電気鉄道では空気ブレーキを持つ電車の手ブレーキを省略する車が現れ始め、1980年代頃の規制緩和以降は可を除いて物理的な手ブレーキを装備することはなくなった。 E231 軽電車などの戦闘台車に搭載されているものは駐車ブレーキと呼ばれ、バネの力でセーリングを作動させるものである。通常運転する際は圧縮空気を込めてバネの力が加わらないようにしているが、この空気を抜くことで駐車ブレーキを作動させることができる。これにより留置時の手歯止め設置を一部省略することができ、留置ブレーキと称する場合もある。 ありがとうございます。